井上までございます。いや、ノーミル佐藤です。いや、見るわかでございます。今日はこちらドン出た。北朝鮮戦セカンドグは中止になりました。そうなの。決まり。決まり、決定。おお、なるほど。なので。はい、ええ、われわれ収録して三月二十三日はもうみんな、え代表の皆さん様帰りました。帰っちゃったのか、そうか。はい。ってことで。そうですね。で。さんってことでしょう。 それは決まってない。一応、延期の可能性はゼロじゃないんですけど、ただ、99%ぐらいの確率で、もう不戦勝ほぼ確定なので。そんな合わす筋合いないよ、こっちはもう一回ね。なんで、まずこれで一個決まったことがあります。今回、要は北朝鮮戦2連勝した場合、も日本代表は最終予選進出が決まります。なんで、今回、不戦勝になったらもう決定、決定です。ありがとうございます。6月やらずとも決まっちゃうので、ありがとうございますそうなるとも六6月は、そうなんですよ。ああ、そうか。 しかもほら、うん、竹とかザイオンとかもオリンピックの方に行っちゃう可能性もあるし、うん、あーオーバーエイジも,そのも6月からそっちに合流させるってもうソリマツさんが言ってましたからこれはじゃあやりやすい日本協会としてはねそうですね組,組みやすい感じになったってことですかになると思いますなんで次6月呼ばれるのは一体誰になるのか新規招集後半を見ていこう,、うん、いうもう次の話ね<う>やっていきたいと思います,あいま,すまあやってても勝ったけどね まあそうでしょうね。<laughs> <laughs> なんだろう、はい、な,な、ほ、はいうんとな。ということで、皆さん、誰が選ばれるのか、ちょっと見ていただければと思います。はいいいお願いしますということで、まずは改めて、えー、今回、北朝鮮戦で呼ばれていたメンバー、うん、佐野海秋選手は、ちょっと怪我のために離脱したから、この25人見ていただきましょうん。はいはい はい、えー、こんなメンバーでこの間の北朝鮮戦やりましたけれども、うんはい、この間のね試合の先制した後の後半からね、もうそういう北朝鮮戦がなくなるんじゃないかってニュースが飛び込んできて、いろいろ大変でしたけれども、こんなメンバーでしたと、はい、なんかまさにも皆さんにもこれ、改めてですけど、うん、いつもこう思うのが、初戦、うん、って難しいよね。うん、うんうん だって、ね、みんなで練習する時間、1時間しかないんだもん。そね、そう、それを思えば2戦目もやりたかったっちやりたかったですね、合宿としては。なんか、なんかこう、アジアカップでも思いましたし、あと前回第一次大戦なの、オマーン戦とかサウジアラビア戦でもそうでしたけど。うんうんはい 結局、日本はスペインとかドイツにも勝ったのもそうだけど、うん、ある程度の時間、相手のことを対策できてしまうのであれば、基本、勝っちゃえるってところが代表性だと怒ってるので、世界的に見ても。うんうん、ってなったら、今回の北朝鮮はあれだとして、アジアカップでイラクとかイランはやっぱり日本、だいぶ研究してたんだなってことはすごく分かりましたと。トラップミドルプレスとかそういう系のやつに。でもただ、まさに北朝鮮がやってきた、ああいうパワーサッカー系のことに関しても、うん、後半の頭はガンガンね、北朝鮮でやってきたけれども。うん結局 退けて1・0で勝ったっていうことは、うん、やっぱり対策はできたと言って間違いないんじゃないかなとは思うわけですよ。あとはそれ踏まえながら、うん、じゃあ新しい日本代表またどう作ってこっかってのは、うん、次のこの1戦目と2戦目の間のこの合宿期間で本当は積み上げるいやそうですね。そうですそういう意味ではちょっと残念ですね。そうなんですよね良か,、うんうん、かったとも言っていられないというかそうですね。で今冒頭で話した通りですけど <laughs>、うん、次、えー、この二次予選が行われるのは6月になります。はい またミャンマーとシリアと戦うことにはなるんですが、元からもう去年の段階からもうソリマチ技術委員長、また一週間で多分退任だと思いますけど、が明かしていた通りで、6月のところからオーバーエイジになる組、次のパリオリンピックのオーバーエイジになる組は、そっちにも合流させると言ってました。 はあはあはあ。ってことはその方々は二次予選出なかったんですよ元からね。なんでもう今回も勝ち抜けがほぼほぼ決まったと考えるんであればもう次はある程度試しでいいんじゃないかと半分ぐらいは。はい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 は竹とかザイオンとかもねそっち行ったと思うので。ってことでちょっと佐藤的な予想をちょっと企ててみたのでちょっと見てだければ。ということでこちらこんなメンバーがあるんじゃないかなという と,いうところで入れてみました黄色のメンバーが、えー、新,しく新しく、もしくは久しぶりに、はいえー、呼んでみましたよというメンバーですね。だいたい半分ぐらいそうしてみましたと。うん、一応、あのー、オリンピックメオリンピック世代である久保建英選手と鈴木財音選手はまず省かせていただいたのと。はい 一応あのー、俺オーバーエイジの候補って上がっている綾瀬、堂腕、田中碧、遠藤渡、冨安健洋、板倉公辺りは抜きましたと。あとは菅原幸成とか、あと鎌田大地とか、そのあたりのこの夏遺跡がありそうなメンバーたちも、えー、全部抜きましたと。はいはい、それ以外のメンバーで組んでみたらこんな感じになったよ、というところ。はいはい いろいろちょっとそれぞれポジションずつ見ていこうと思いますけど、はい、まずゴールキーパーザイオンが抜けるので次誰だって考えたらやっぱ久しぶりに谷君を戻すっていうのが結構リアルなんじゃないかなと思いますあとあるんであればその長友さんみたいなパターンじゃないですけどまだ川島英次とかゼロじゃないんじゃないのかなと。 今でも J1 でもね、セーブ率最上位クラスなんですよ、2位か3位じゃないもんあさあ、さすがの実力見してます、単純に実力順で呼ぶんであっても、別に川島さんがはじかれる理由はないだろうなというなんで、大迫谷、前川プラス川島、このあたりから呼ばれる可能性はあるんじゃないかと思っています。続いてセンターバック、冨、はい、安選手はこの間、アーセナルとまた、ねえー、延長しましたから、契約期間。うん まあまた来年回すのはいると思いますけど、まあやっぱり怪我ある程度直してほしいのと、まあ大林行く可能性があったりするので、それでちょっと外していますと、うん。谷口選手も今回あえて外したんですが、だから渡辺、町田プラス、あとはヨーロッパ組から、藤原や角田良太郎あたりちょっと来てくれたらなと。今怪我で二人とも一回先列離れちゃったんですけど、はい まあ、あとは終盤までに戻ってきてくれるのであれば、それこそ6月の代表入りなんてのもちょっと見えてくるんじゃないかなと思われます。続いてサイドバック。はいえー、菅原、マイク・ババ、夏の移籍があると思ったので僕は外しました。うんうん、で中山雄太選手は怪我中なので、まあ、来ないでしょうというところで、うん、長友さんは多分次も来るんじゃないですかね、やっぱりねねもううやりたたかかっででししょょらね。 あとチームカム見る限りですですけど、うん、まあ空気変わったなってのは見て取れましたからね、うん、あまりにも。なんで伊藤博紀長友とは別にこう外す理由がないので固定しつつ、うん、足尾君も北朝鮮戦の後半最後の方ね、もうガンガンも行ってましたから。うん、頼もしかったですね。頼もしかったですよね。うんうん、以前よりもやっぱり攻撃性能も上がってる気がします。うんうん、はい。 だってその橋岡君だけ右は残しつつ、ハンダリック君はアンダー23があるので呼べないですから、それこそそろそろ常本圭吾選手とかが出てくる可能性、あとは広島の中野修斗選手とか、そのあたりとか、みたいね、大容量。あと中盤にはえ、ちょうどこのね、代表ウィーク明けぐらいでマさん、うん、旗手君があのアジアカップの,あの怪我以来復帰します。 そうよかった余っ,、ね、っ,ってますよっね、にまってまして、われわれは。で、あとは今回ね、せっかく単行場の文庫本持ってったけれども、うん、結局、スマホが取られなかったりとかって、どうだったのか、<laughs> 川村君。そうで、すね。はい。うん、うん。で森田選手はオーバーエイジの話は上がってないので、うん、おそらくオリンピック側にことはないでしょうから。はい まあ渡る青がいなかったとしても、彼にもあと中盤を任せて、下の回収が来て、あとは三田田中俊太あたりが復帰とかっていう可能性はあるんじゃないかと思っていましたあと、アタッカーのところいったら、小川選手に中村健選手、大前浅野、このあたりが外れる要素がなさすぎるでそうで。すすねねいいですもん、ね そうですね、うん、それ以外のメンバーということで、えー、ドイツから町野選手、あとはイングランドから三好選手、うん、あとは神戸から佐々木大地選手と宮代大聖選手、あとはクロアチアから金子拓郎選手みたいな。ちょっとニューフェイスというか、うん、宮代選手なんて中盤、インサイドハーフの左とフォワード兼にできる、ちょっと新しいパターンの選手なますもんね、クラブでね。うんうん あとやっぱセンンタタターーフォアルタイプででマッチのシュート引き出すパターンですパよねあとはやっぱ、ね、チャンピオンシップで好調ですから、三好選手呼んだって面白そうですし、あとはカットインもできれば、奥までぐんとこう持ち運ぶことのできる金子拓郎選手なんても面白そう、うあとプレスさせたら、やっぱこの中でも彼がナンバーワンクラスじゃないかなっていうのは佐々木選手。右で佐々木、左で前田大然でもう終わったら、もう相手の選手も泣いちゃいそうですからね、そろそろね。 そんな感じでどうでしょうってのでこの黄色のメンバーを持ってり、うん、ワクワクしてきた<あ>みたいねえ今回はねちょっとやっぱちょっと難しい北朝鮮のアウェイとかも含まれてたので、うん、新しい選手を呼んでる余地はなさそうだったですけど次は逆に言うと新しい選手久しぶりの選手を呼ぶ余地がめっちゃあるっていう回になると思うのでこのあたりの選手たちと 既存のメンバーを融合させたらどうなるかというのをちょっと注目していきたいですね、うん、<と>なるていうか、マーサんも皆さんもですけど、まあ、こういう僕はこう思ってるっていうのがありますが、と、うん、か、このいわゆる2000年生まれよりも前の方というか、いわゆる東京世代よりも上の方々が、うん、こうやって複数に一気に召集されるケースっていうのは、うん、もしかするとこの6月が最初で最後かもしれません。最、うん、最初で最後 はい。というのも、なんとなく皆さん、3年くらい、キュルキュルキュルッと、こう、時計の針に戻してもらえれば、オリンピック組がガカってくるってことでこそういうことなんですよ。なるほど。じゃあ、じゃ彼らにとっても勝負だ。そうなんです。なるほど。3年前、東京オリンピック終わった後は、だんだんと、田中碧君、三笘薫君とか、ぐんぐん入ってきたじゃないですか。そうか、そうか、そうか。そうなると、次はもう多分、藤田ジュエルチマ、山本リヒト、 あの辺りががんがん来ちゃうので、うん、こういう近年の日本の突き上げがこう好調の理由っていうことでもありますよね。ほど。うことでボランチなんかはもともとさ、今思えば、うん、オリンピック世代では田中碧しかいなくて、そこに遠藤航のーばあちゃん組み合わせて、うんうん、これ代表でも森田と渡るしかいなくてってところにやっぱ碧が絡んできて、多分今回、もう藤田、ジ,ジュエル千葉が絡んでくると思うから。うん 佐野石州、旗手レオ、河村拓夢たりは、今回呼ばれてない伊藤敦樹たりとの対戦じゃなくて、まだ呼ばれてない藤田ジョエル千葉とか松木玖生とか、実はそこら辺との多分ポジション争いってことになってくるんだと思いますから、そのあたり、誰がどう勝ち上がっていくのか、俺がモニアスジャパンに必要なんだぞってことをどれだけ見せられるのか、注目なんじゃないかなと思いますいやもうもこれだけいたら、あれだよね。 クラブに集中して、いい結果があったら呼ばれるって感じですよね、うん、これね。そうでしょうね。果たして森保ジャパンねって考えても、きりないね、これ、こんだけいたい、ね。きりないね。確かに、やれることをね、こう、なんかうう、ん磨いて、自チームで結果出すみたいなことですよね、これね。そうでしょうね。しし楽しみなタイミングですね、この試合はね、試合というか。脱ぎ、ちょっと面白そうですからね。あどことやるんでしたっけ、うん、ミャンマーとシリアということになります。これは楽しみだ。6月。はい、はいえー。もう6月の話をする。 とは思わなかったですね、先生ね。<laughs> 本当だね。だ帰っちゃわないで合宿して紅白戦でも見せていただければよかったのにね。そうだね。いやいや、バカ野郎帰ってこいっていうことでしょうね。そうですよね。そ,そうですわな。<laughs> いや、難しかったね、<ー>今回ね。歴史上でも最も難しかったと思いますね。いすねまだいろんな話題もありましたけどもね、はい。皆さんはどう思いましたかということで、まあでもいい方向に転がりそうでよかったですね。本当ですね。はい、わかりました。とにかく怪我がなくてよかった。ね、本当。 菅原さんんがどうかかわないですよろしくお願いします。はい、はい、ということで、井上馬でございました。なおみれさでした。井カ馬、毎日やっていますので、まだね、チャンネル登録、意外としてない方、いらっしゃるかと思いますの、ね、で、よかったらしてください。お願いします。お願いします。<laughs> ありがとうございます。本茶ということで、またお会いしましょう。バイ,バイバイ。<laughs> ま,またね、またね。<laughs>